関川秀夫は、日本の映画監督。1908年12月1日、新潟県佐渡郡の地主の家の4男に生まれる。旧制佐渡中学在学中は画家に憧れていた。卒業後、旧制新潟高校に入学して中退。劇映画、広島で、ベルリン映画祭長編劇映画賞受賞。記録映画、鉄路に生きるが1952年。 ベネツィア国際映画祭教育科学部門第2位。また、児童向け劇映画トランペット少年が第9回エディンバラ国際映画祭で受賞。戦争故事を描いた第2の人生、学徒兵を描いた反戦映画日本戦没学生の主機家、和田摘みの声、砂川の立川基地拡張反対闘争を描いた爆音と大地など、 社会意識の強い作品が多い一方、刑事ドラマ、少年探偵団シリーズなどの映画も作り、娯楽作品でも腕を振るった。記録映画の分野でも、到徹した演出を見せた。鉄路にキルを作った経験を買われて、国鉄職員の一家を描いた、劇映画、大いなる旅路でメガホンを取った。PCL からの叩き上げの東宝の監督だったが、東宝葬儀の後に退社し、 東横映画、更新の東映、独立プロ、小畜などで活躍した。テレビでは1967年4月8日から9月29日まで放送された白い巨頭を演出。1967年4月6日から同年9月28日まで放送された連続テレビドラマ、アー同期の桜の何本かを演出。実景は国鉄の鉄道運転局長や、 北海道総局長を務めた関川幸雄で新幹線の導入にも関わった人物であった。この縁から関川のもとで助監督を務めていた佐藤淳也は新幹線大爆破の制作にあたり関川幸雄に話を聞きに行ったという。ありがとうございます。